鎌田拓浅は日本のラリードライバー。北海道門別市出身、旭川市在住。血液型は B 型。ニックネームは拓馬。全日本ラリー選手権や全日本ダートトライアル選手権で活躍しているほか、ラリージャパンやアジアパシフィックラリー選手権への参戦経験もある。父は全日本ラリー選手権で通算5回チャンピオンに輝いた鎌田豊。 ラリードライバーの父の手ほどきを受け、10代の頃から北海道ラリー選手権などの地方選手権で活躍。当時は普通自動車免許の取得後3年が経過しないと JAF の競技ライセンスを申請することができなかったため、早さはあったものの全日本選手権に出場することができずにいた。1996年にライセンスを取得し、その年の全日本ラリーのイベントで、 クラス2位の成績を収める。翌1997年に、テインに入社し、同社のチームからエープクやマレーシア国内選手権へ参戦を開始。2003年からは、東京スバルラリーチームのドライバーとして、国内ラリーに参戦。2005年に全日本ラリーで、シリーズ準優勝。2006年2007年には、プロダクションカー世界ラリー選手権にエントリーし、 2007年のラリージャパンでは PWRC 部門で3位となる。2014年には全日本ラリーの JN5 クラスと全日本ダートトライアル選手権の PN2 クラスにスバル BRZ で参戦し、両シリーズでクラスチャンピオンを獲得し2冠を達成。2016年の全日本ラリーの第8戦ハイランドマスターズでは11年ぶり3回目となる。 総合優勝を果たした。現在は全日本ラリーに WRXSTI で全日本ダートトライアルに 4WD 化した BRZ で参戦している。ありがとうございます。